あー、やっべーのいるねー。やっべーのいるな。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、今回公開収録なので、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、今日 YouTube の調子が悪いんでね。あとは、今回から PS5 での収録となります。一応アップグレード、自動アップグレードされてるはずなんで、60fps になってんじゃないかなと。やっていきますか。さあ、2週間ぶりぐらい。1週間か2週間ぶりぐらいのダクソなので、不安しかないね。うわー、で、ちょっとね、グレートソードがそそるものがあったので、使ってみようかなと。んじゃ、そうだね。終わった。一応ね、準備だけ。丸抜がね、ちょっと逆転してるのがね。よし、行こう。ああ、いるねえ。いるねえ。これ絶対左上いるでしょ。あー弱っ。あーこうですね。予想以上に弱かった。筋力の問題かな。この子の場合は、こっちの方がいいんだよね。よし。あ、やっぱ能力不足だったんだね、あれはね。筋力両手持ちいけるのかなとか思ったけど。あー、めんどくさい。あれはめんどくさい。あー、この集団は。ゴリ押しいけるかなーと思ったけど、あー、ちょっと待った。 S と変わってた。どうかなみんな回復して、これじゃ OK。 よしよしよし、はい。これ違うの？いたよね。高さが足りんかったか。まあ。進めていこうか。はいはい。ドーナツ、エルザさん食べながらドーナツ作る。ああ、セバキはドーナツ作るって言ってたもんな。あ、なんかやり合ってるね。ああ、なんかめんどくさいのだけは分かった。マジでそんな過程。ああ、マジで、うわー、マジか。ああ、
マジで？あー、二人はきつい。あー強え。もうこの辺りがなんかやり合ってるの見えたもんね。めっちゃ狩りいってるなー。ちなみに、あ、こっちはこっちでなんかいけるんだ。ちょっと待った、でもあいつ倒したいね。やべえ、バレたバレたバレてもうた。よし。何？ひび割れた赤い瞳のオーブ。しかも2個。あ、侵入なんだ。バレたね。うい。うい。うい。ぐっそ。そんな立派な盾だったの？あ、オーブね。はいはい。これくれる子なんだね。こういうの、なんか隠し部屋があるとか、そういうのじゃないね。おは、あれ？これでも触ったらさっきの子出てくるよね。まあ触るか。なんだろう。ねえ。こっちはね。ああ、しかもここ降りれるんだ。へえ。関係ないね。さあ、どこに繋がってるのでしょうか。ね。あー、そこに繋がんのか。じゃあ、ちょっと変えて。全然削れねえ。お久しぶりです。序盤ぶりかな。あー、やっぱ火力上がってるよね。
鱗ゲットで買える。鱗ね。あ、これ強化できないかな。強い魔力の武器。多分使えないんだよな。で、これ戻ってくるとか、繋がるんだ。サーファランの城塞。好きねー。え、俳句してたねー。 あれ始末してもらった方が楽っちゃ楽か。残り火。ああ、残り火ね。声するんだよな。めっちゃなんかさ、右側の方で切り合ってる音っていうか、戦ってる音するんだよね。あん中か。1万2000あるか。レベル上げたいな。レベル上げたいね。レベル上げたいよね。これはね。よし。レベル上げよう。びっくりしたー。えい。えい。何もなし。どうしよっかなー。一番ちょっと経験値振っていい。ちなみに、あ、さすがにいないね。いってちょっと待った。いるじゃん、いるじゃん、普通に。さすがダークソウルと言うべきか。はい。しくったねー。いや、バレず行こう。ちょっと後ろ見たらもういたんだ。見えなーい。見えなーい。開ける。よっしゃ、危ねえ。さあ、どうなる？あー、この音が聞こえてたのは。あー、やっべーのいるね。やっべーのいるな。人型か。あ、いや、でもかっこいいね。倒せるかな。おー、かっこいい。めっちゃね、後ろで。あーはー、そういう攻撃か。
右手だから左、右側に回ればいいのか。いい、全然。え、ちょ、つい。マジか。マジかよ。いいバックス。しかもね、意外とね強いんだよ。痛い。それは喧嘩してくれ。あ、しかもなんか後ろね、一瞬見えたのよ。やば。さあ、照準が変わった。これはしっかり利用していきたいの。いや、利用された。ちょい。それ構えはダッシュのね。いるんだよな。全然溜まってないんだよね。はい。ダメージ高っ。はあ、お、倒したね。いやー、バックスターが刺さったね。ダメなんだ。あー、ちょっとゲームを下げて。あー、マジかー。はーい、いつみさんいらっしゃい。おかわりはいらねえな。残り火か。あー、しかもライフがもうないんだよな。しかも炎をまとってるしな。超めんどくさくなりそう。ちょ、右回転したいんだけどな。はあ。絶対集中力切らしたらダメ。逃げる。あー、
それが難しいんだよな。おい、バックス。よし。あ、お尻刺さらなかった。はい、次は？はい、で。焦るな、焦るな、焦るな、焦るな。あと一発。ああ、マジかー。二回目、あと一発まで持っていけるか。はあ。やっぱ、貫通。最後ね、回転系をしてくるから。いや、多分。ああ、それ。そうだよね。両手なんだよね。よし。あー、失敗した。やっぱ当たってないもんね。そうなるよね。じゃないとね。なんかバグってたーね。よいしょ。こうこうこう。それでターゲット変わんない？変わらなかったね。うい。あ、全員俺かい。それは困る。かっこいい。これかー。
あっち見てたのに。はい。うわー、こっから。使ってこない。にゃー、マジか。いい感じ、いい感じ。それが難しいんだよな。マジであれ避けれねえなー、俺下手だねー。はい。はい。おい。よし、倒したー。あー。斧の巻き。あー、強かったー。マジで最初の1回目、2回目だけだったな、うまかったの。18,000。あー。あー、強かったー。なんかあるね。なんかあると思ったら、進むのか。よし、一回戻ろう。あー。そう、あー、装備はできないんだね。あー、技術が足りない。特殊特大剣。面白そう。まあ、ちなみに作るのはいいんだけど、体験だけかな。だよね。あー、ろうけつ。あー、体験か。特殊特大剣になるんだ。確かにちょっと違うもんね。これどっちだろう。あ、ドーナツも白熱してんだね。これにしよっか。
で、まあ、装備はできないんだけど、能力足りてないからね。おー、まんま。ちょっと、カボタンに話して能力伸ばそっか。技術が足りなかったんだよ、2ね。あー、でも、重い。おお、特殊すぎる、この動き。一応、パリーもあるけど。はあ。なるほどね。なんか普通に体験使ってる感じに近い気はするけど、あ、まあでも悪くはないか。あ、でも、めっちゃ楽しい。これがめっちゃ楽しい。あー、使ってみよっか、これね。次回ね。うろこなんだ。あー。強化しましょう。よし。じゃあ、ちょっと今回ここまでにして、次回この武器使っていろいろやってみようかな。新しいところもいけるようになったしね。ということで、動画見ている方はここまで、配信見ている方は引き続きやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。できればチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。